ラザフォード軍はアメリカ合衆国テネシー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は262,604人であり、2000年の182,023人から44.3%増加した。軍庁所在地はマーフリーズボロ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マーフリーズボロ市はテネシー州の地理的中心にあり、 さらに人口重心でもある。ラザフォード軍はナッシュビル・マーフリーズボロ・フランクリン大都市圏に属している。ラザフォード軍は1803年にデビッドソン軍、ウィリアムソン軍、ウィルソン軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はクリフィス・ラザフォードにちなんで名付けられた。ラザフォードはノースカロライナ植民地の政治家であり、アメリカ独立戦争では将軍を務め、 独立後は中部テネシーに入植し、テネシーが州に昇格する前の南西部領土では議会の議長を務めた。ラザフォード軍はナッシュビル都市圏の外郭部にあり、1970年以降にナッシュビルが大都会に成長するとラザフォード軍の人口も急増してきた。十年ごとの国勢調査でント以上の成長率となり、十一世紀に入ってもその速度は、 衰えていないなアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は624平方マイルであり、このうち陸地619平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.81%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2010年の国勢調査では、人口26万2604人となっている。 これは2000年と比べて40%以上の成長率となる。2009年時点で少数民族人口が20%になったと推計され、ヒスパニック系が5.58%、アフリカ系アメリカ人が12.09%、アジア系が2.66%となっている。ありがとうございます。